ワンツーチョイス台湾で日本よ。私は川崎です。台湾の皆さん、こんにちは。こう中国語で挨拶するのは。台湾プロ野球の。未然ドラゴンズの客員コーチに就任した。日本人の。川崎宗則さんです。いきょう。しワンダ未然ドラゴンズの楊君正監督は。 私としては選手として出てほしいですねまあチームに最も有利な体制で臨みたいですと話します今年台湾プロ野球への復帰が認められた未然ドラゴンズは一気に32人の選手を採用しましたそのうち今年のドラフト1位のリュウさんが590万台湾元日本円およそ2000万円の契約金で未然ドラゴンズに加入しましたこの金額は台湾プロ野球では過去2番目に高い金額となりますコーチ陣には 川崎さんのほか統一ライオンズで打撃コーチを務めたことがあるニエトさんアメリカメジャーリーグで走塁コーチを務めたことがあるサーマンさんの2人のアメリカ人コーチも加わりましたチームは8月17日から練習に入る予定だということです未然ドラゴンズの復活にファンの期待が集まっています